逆に俺は10よりかっこいいと思うやつの写真を。ああ、いいね。多分大抵俺よりかっこよくないからちょっと送って。その、ネットで評価されるのってすげえワンランク下がるからな。まあでも俺のホームだから意味ねえな。俺より絶対かっこいいよっていう人送って。絶対俺よりかっこいいっていう人。俺の方がイケメン来た。ああ、でもかっこいいっぽい。ああ、かっこいい。めっちゃかっこいい。めっちゃかっこいいわ。かっこいい、確かにこの人。え、すげえかっこよくない？かっこいいね。なんか服装とかもさ、我が道を行く感じで。これかっこいいわ。てか俺めっちゃタイプだわ。めっちゃタイプ。で、天狗じゃなんかより全然かっこいいよ。かっこいいね。なんか服装も我が道を行ってる感じでかっこいい。え、てかこれどこだっけ？鉄人28号って。え、これ俺行ったぞ、お前。パーキングだよね、どっかのね。これパーキングじゃなかったっけ？どっかの。かっこいい、すごい。多分これ不評だな、多分これ。なんかやっぱ挑発好きじゃねえな、俺。挑発、正直俺全然かっこよくない。全然、さっきのデブの方かっこいい。ダメだ、やっぱ挑発持てないよな。さっきのやつはかっこよかったけど。バンド系の。やっぱ男受け悪いよね。そんな俺の方が全然かっこいいよ。さっきのこいつはさすげえかっこよかったけど。やっぱ単発なんだよな。これはちょっとね、どっちの分野で送ってきてるかわかんないんだけど。お前すごいな。なんか、お前、あれだな、ニコ生の食べみかこだな。かっこいいって送ってきてる可能性もゼロじゃないし、ブスで送ってきてくれる可能性もゼロじゃないっていう。お前すごいぞ。お前食べみかこだよ。わからんよ、俺も。パワーは感じるね、でもね。どっちなんだろう。わかんない。わかんないよね。どっち。かっこいいし、かっこいいし、ブス、ちょっと、ブスかもしれないっていう。なんか一発目のやつがかっこよすぎて、ちょっと次からハードル上がるからかわいそうだからやめよう。一個目の人かわかったね。一個目の人。ああいう顔好みなんだよ。なんかちょっとシュッとしてて、そうさっきのさ写真でわかる通りさ、やっぱ笑顔なんだよ。ニコってしてるじゃん。この人。ほらなんかニコってしてるじゃん。ニコって。にみたいな。だからヒゲとか生やしてるのにも関わらず清潔感があるっていうね。かっこいいやつ好きなんだよ。かっこいいやつが。ちょっと言い返す、竹野内豊みたいなな。ワイルド系の。だ我々はそういうのを目指すんじゃなくて、なんかその隙間産業で行かなきゃいけないわけよ。隙間産業で。だってただ単純にビジュアル良くしようと思ったら、ああいうやつらと張り合わなきゃいけないんだよ。無理でしょ。隙間産業が一番いい。だったら太った方がいい。デブになって、デブのこと好きな女からモテるみたいなね。といったところで、ね、皆さんいろんな顔してますねというわけでした。